こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、えー、今回も楽しく日本史を勉強しましょうえ。現在は世界の変化3、その中でも全世界を巻き込む戦争、第一次世界大戦を見ております。そして今回は えー、ここには書いてないんですが1項目あります第一次世界大戦がもたらしたものについて読んでみたいと思います第一次世界大戦は人類の歴史が始まって以来の大量の戦死者や戦勝者を出し 当時最も発展していたヨーロッパの国土が荒廃するなど世界に大きな影響を与えましたその結果として以下のような変化が生じましたヨーロッパの衰退とアメリカ合衆国日本の台頭おっとすいません同盟国であるドイツはもちろん 共商国側のフランスは戦場として荒廃しイギリスも大量の兵力を送り出すなどして疲弊するなどヨーロッパの生産力が弱まりました代わって戦場とならなかった米国は協商国に兵器ほか大量の物資を輸出したほかヨーロッパ諸国が輸出していた地域に代わって 輸出することになり大きな経済的発展を見せることになりましたこの国力を背景に国際政治で主導的な地位に立ちましたしかしもともとの国の方針から国際政治に十分に参加できませんでした日本も 国民国家を成立させ産業革命を成し遂げた世界でも数少ない国の一つでしたがヨーロッパから遠く離れ第一次世界大戦の影響を受けることはなく米国ほどではありませんがヨーロッパの国々が輸出できない分を埋め合わせるなどして経済が発展し国際社会でも 有力な国となりました。二つ目、国際機関の誕生と軍縮の傾向。それまでの国際外交は国対国の関係でしたが、国際関係が複雑になると、関係する国がまとまって討議するようになりました。第一次世界大戦以前から、電気通信に関して、 万国電信連合現在の国際電気通信連合がありましたが戦後世界平和を目標とする国際連盟が結成され平和以外にも人権などについて各国が参加して討議されるようになりました。第一次世界大戦の惨状から各 国ともに沿線つまり戦いを嫌がるムードになっていたため軍縮軍備を縮小することに関する国際会議が何回も開かれましたそしてナショナリズムの実現ですナショナリズムの高まりは国際的に認められるようになりオーストリア帝国やオスマン帝国が 支配した領域から同じ民族で集まった国が数多く独立することになりました。しかし、アジアやアフリカの諸国はまだ独立が認められず、第一次世界大戦後はアジア各地での独立運動が見られるようになります。また、先進国の内部においても一種の 民族主義が盛んになりますこれは他の先進国の国外資本が進出してくる,ることや民族主義を否定する社会主義共産主義の動きに反発するものですこれが後にファシズムと呼ばれるものになりますそして最後に社会主義国家の誕生です ロシア革命後ロシア国内では内戦が起こり1922年レーニンが率いる共産党が国内をまとめ世界で初めての社会主義共産主義のを国の仕組みに持ったソビエト社会主義共和国連邦 略してソビエト連邦さらに略してソ連が誕生しましたさまざまな変化を起こした第一次世界大戦概要としては以上になりますえー、この章はいこの章 えー、ですが次の章は「戦争への道と現代の民主国家」「日本の誕生」「昭和から現在まで」「おそらくは最後の章になるでしょう」はいこちらを次の、えー、配信から読んでいきたいと思います。 今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。